トゥアは中部アフリカ大古小地域最古のピグミーと呼ばれる狩猟採集民。ルワンダではフッツ、土と同じルワンダ湖を使用。伝統的壺を持つトゥア女性フッツがこの地域に到達した時代にトゥアを支配下に置いた。ハムカセツ系の歴史館では土をナイル系として AD15 世紀頃に到来し、フッツ、トゥアより優位になったとしてきたが遺伝学的に否定されている。 以降数百年、トゥアはマイノリティとして存在し、政治的に弱い立場に置かれた。フツ、土間の対立、紛争についての議論にも、トゥアの存在は無視される傾向があるが、ルワンダ内、トゥアの約30%は紛争で殺害された。トゥアの伝統的踊りトゥアは山林に居住する藩、遊牧、狩猟採集民族、農地開拓、森林伐採、 開発計画、保護区の創設などによる自然破壊により、トゥアは移住を強いられたが、大部分のトゥアは所有地を持たず、貧困状態で生活。伝統的に先祖から受け継がれてきた土地は、政府から一度も認められたことはなく、居住地を失ったことへの賠償金も支払われたことはない。トゥアの子供たちの教育機会は少なく、ピグミーの歴史的偏見、差別、暴力、 社会からの排除等は存在する。ありがとうございます。